皆さんこんにちは、さっちんです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。さて今回はですね、アップデ後にまだ一回も洞窟に行けてないので洞窟探検しに行こうかなと思います。で今回行く場所なんですが、こっち側まだ一回もちらっと初回に行ってるんですけど、まだ全然あっち方面に行ってないので、あっち側の方をちょっと巡ろうかなと思ってます。ついでにもう地図、まっさらな地図広げて、新しくあっち側も地図の読み込みしていこうかなと思います。よし、じゃあやっていきましょう。今回もラマボートで行きます。あっち側ね、浮いてんな浮いてんな。あっち側に行ってから地図広げようかな。どこ行くんですかね。待って、白樺の木がある。これもらって帰んないとじゃん。よし、到着到着しました。とりあえず地図を広げて、待って、大事なあれ持ってくるの忘れた何を忘れかったかというと、製図台忘れてきました製図台忘れちゃったよ。パパッとサトウキビ、あ、ちょっと待って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 、羊さんなんか別の色いるじゃん。ポピー、でも製図台なんてどうでもいい。ポピー集めよう。ポピー持ってないんだよ。全部もらって、1個だけ残しとく。洞窟があった、早速あった、よかったよかった。私あの青いなんだっけ、ヤグルマギクあるじゃん。あ、ちょっとスズラもある。おお、洞窟ある。あ、いいな、こっから入ろうかな。こっから行く。あしたか、ちょっと周り探索して。いや、牛さんもね本当は連れて帰りたいんだけどさ、うん、ちょっとロープを持ってきてない。洞窟入るので一応これ着とこう。斧忘れた。なんかいろいろと大事なものを忘れてきてるわ。とりあえず白樺の木と苗木持って帰ろう。これぐらいでいいかな。うずらん、ちょっと多めにもらって帰ろう。白いお花があったんだよね。うわー、危な、警告だ危ねえ、びっくりした。危ない危ない。あ、ここも洞窟？洞窟だ。あ、結構あるな。なんだっけこれ、フランスギークだ。ちょっと多めにもらって帰るか。結構もうこれだけで結構お花そう集まったね。チューリップとかあればいいんだけどな。ないかな。ちょっとだけ、ちょっとだけ周りを探索してから、それから洞窟行こう。あー、洞窟の入り口がいっぱいある。すごいね、ここ洞窟祭りだね。あ、スケルトンいる。牛さん、すまねえな、
あー、ニワトリさん。じゃあ行こうと思ってたあの入り口から行くか。迷わないように。よし、それじゃあ行きます。わ、突撃。あー、すげー広がってんな。あ、地蔵出た。この下行きたいな。この下行こう。先に。おおお。銅鉱石だっけ。あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。落ちちゃった。落ちちゃった。落ちちゃった。危ね。あ、怖っ。広いな。ちょっと待って、順番に行こう。ほら、ちょっと広かった。溺れるようにしといて。あ、これ近場でもあった。これ、あ、これハサミじゃないと取れないやつか。渓谷のあのさっきのあの続きかな。あ、そうだね。うわー、危ない。危ないね。あー、危ない。一応シリクタッチでこういう系は持って帰ろうかなと思います。コーンはお家に置いてきちゃったから、このまんま。よし、それじゃあ初めての、ここにもあるじゃん、これ持って帰ろう。いっぱいある。銅鉱石9個、結構手に入りやすいね。主だ。それじゃあこの広い方行きますか。うわ一個か。もう広いじゃん。めっちゃ広いんだけど、どうしよう。行き先に悩むね。あれ、何こ、うわ、やだ。なになになに、どこどこどこ。わー、いるー。あれでしょ、エメラルドじゃない、アメジスト。あ、洞窟内のアメジスト初めて見つけた。これそうだよ多分。ほら、はい、出てきました。いい音だ。うわ、びっくりした。ちょっとうん、いたのね。暗いからさ、持って帰ろっか。あ、どうしよう、大きいやつだけ持って帰るかね。どうしよう、ちょっとちっちゃいのとか育ってもらおう。え、こんな感じにしとこう。もうち育つでしょう。え、そしたら下降りてみるか。え、なんか木見えない？え、廃校？
キーあるよね。廃校っぽいなこれ多分。またこれ廃校があるってことはチェスト探したいな。廃校にあるチェスト、あなんだろう、あれクモスかな。安全に降りよう。うわーどっからどう行こう。ここスタート地点。廃校見るとさキャノーラを呼び出したくなるよね。あの線路とトロッコね。怖え怖えよ気をつけながら行こう。おお、あチェストある、チェストある。ちょっと待って水止めよう。いけ。あなんかあれ新しいのもある。ちょっと待って、チェストオープン。あれこれこれ普通に取れるやつ、ツルハシで取れる。もらおう、全部もらおう。あ、下に繋がっちゃった。尖ったドリップストーンブロックゲット。金ブロックももらっていこう。オッケーオッケー。おい、なんか石違う。おおお、これディープスレートもらって帰ろう。わ、レッドストーン出てきた。テスト見つけたよ。安全確保してからにしよう。テスト開くかな。開いたえ、なんでだろう、ないんだけど。加速レールは持って帰りたいが、しかし持ち物が持てない。うわびっくり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 ー。オッケー、いるね、ゾンビさん。普通に通ってきた。うわびっくりした、もうもうやめて、心臓止まる。あーやだ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 。よし、あーゾンビさんがいますな。あ、え、なんでなんで今当たんなかった。おっ、あ、チェストある。もうない。ああ、嘘でしょ、エメラルドある。違う、ダイヤモンドある。エメラルドは取ろう。じゃあダイヤモンドは取ろう。で、2 3 4 5 6 7 8、8個もあった。からさ、どれもなんかちょっと埋まり気味だね。来た、グロベリー、これが欲しかった。やったね。これ持って帰りたい、本にしたいから持って帰る。グロベリー大事よね。危ない。おっ、いやなんかあちらもすごいね、なんか作りがすごいよ。
クモが遊んでるよ。わわわわ、クリーパーはダメ、クリーパーはダメ、あっちって、あなたはダメあなたはダメです、会いに来ないで。スポナー発見。待ってますね。びっくり。あ、チェスト。よし、取った印つけとこう。誰もいないね。オープン。来た。こんなもんでいいか。あんまりね、取れないから。これも見よう。で、こうして。で、オープン。おお。ツルハシ。新品の交換しよう。待って、これさ、ダブル？あ、そうではない。ダブルかと思ってた。テストがある、いっぱいあるね、この場所。いいわ、いいわ。はい、おお、またまた、また、て鉄のピッケルが入ってる。はい、ということで帰ってきました。いっぱい手に入れた。あとは見つけてないの多分ないと思うけど、これで揃ったかな。銅鉱石も手に入ったし、金鉱石、これね、ディープスレート鉄鉱石、結局普通の鉄鉱石みたいだけど、これいろいろ加工できるみたいなんで使っていきたいと思います。これもお水とか、あとマグマ貯めれるらしくて便利そうなので、3つしか、あ、でも育つよね、確か育つから育てていくつかこう置いておきたいなと思います。あとこれか、グローライカン、なんかこれもちょこっと光るから光景にはあんまなんなそうだけどね、なんかでも使えそうだなと思うので、やっぱ一番はこれかな。グローベリー、これちょっと今やろっかな。お花も大量にゲットできた、よかったよかった。苗木も手に入ったし、ちょっと植えとこうかな。今持ち物いっぱいだ。ちょっとグローベリーさあ、ちょっと植えようよ。家とかに吊るせんのかな。あ、いけた。こんな感じ、こんな感じ。え、いいな、家に吊るそういいじゃんね、家でもいいじゃん。いいいい、オッケーオッケーオッケー。この辺とか、あ、いい。ここにも吊るしとこう。ちょっと家に吊るしとこう。光源にもなるし、この辺にもやっとく。あ、いいじゃん、いいよこの辺、おー、いいね、すごいすごい。お、取れた、実が取れた。こんな感じなんだ。へー、え、かわいいじゃん。つながるかな。あ、あ、あ、なったなったなった。こんな感じになるのか。お、むずいな、ちょっとこれ下無理だ。あー、ちょっと寝る時間だ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、グローベリーめっちゃいいね。いや、ちょっと想像してた以上にいい収穫だった。開口
運よく見つけられたし、すごい良かった良かった。はい、ということでまた次回お会いしましょう。またねー。